それではサウンドとバイブから高度な機能。ここまでいきますよ。まずサウンドとバイブ。サウンドとバイブ。で、サウンドかバイブかサイレントを選べると。こうすると、あ、こうするとサウンドになるよと。そういう話か。で、これをバイブとかにすると、強制的にこういうふうにマナーモードになるわけだ。サウンドのモードの場合は、着信時にバイブっていうのもオンオフできるんだ。サイレントって何これ 完全にサイレントバイブもしないってい話かこれ全ンでいうお休みモードなのかなそれで音量まあこういうことだよとバイブの強度設定こういう画面と着信音を変更できますと通知の音を変更できるよとバイブパターンこいつも変えられるんだちゃんと 通知音ここにあれなんだねロック画面およびポップアップで着信メッセージのプレビューを表示するかしないかっていうこともできるんだ通知をするしないとかもできるんだねエスプランナーの通知エスプランナーの設定もできるとタッチ操作音画面ロック音 充電器を接続しした時に音を再生します。あなるほどね。バイブフィードバック。<laughs> ダイヤルキーバットの操作音。キーボード音。キーボードバイブと。音質とエフェクト。これ何おあなるほど。こういうふうにイコライザーをかけることができるんだ。詳細設定。ああ、こういうふうにできるのね。ここ。どうなってんだ アダプトサウンドなるほど。うーん。という感じですね。いろいろ音質関係の設定ができるんですね。で、次、通知。通知を受信するアプリを選択。なるほど。で、通知をミュート。 通知をミュートすると、すべての着信よび通知を消音と。なるほどね。予定時刻に有効化するっていうふうに、スケジュールも設定できると。ナイトモードですな、ね、いわゆる。例外を許可例外なしっていうのもできるんだね。ほーで、ディスプレイ。こういう画面だね。で、All a i イズオンディスプレイこいつを設定できると。 で、always on display では、表示するコンテンツ。なるほど。時計かカレンダーか画像か。時計のスタイル。なるほど。背景画像。変えられるよと。という感じだね。画面モードって何これ。あー、これね。はい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 。LED インジケーター。画面オフの状態を維持 プライバシにある時には画面をオンにしないようにするよという話だね。スクリーンセーバーこれスクリーンセーバーをオンにしてしまうと Always on display との兼ね合いってどうなるんだろうな。よくわからんな。まあ、いいや、とりあえずそういうこともできるらしい。高度な機能。ゲーム中の便利機能管理なんだこれゲームランチャー。 ててのゲームを自動的にままととめて管理すすることができますああなるほどねはい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 ゲームツールズゲーム画面のフローティングボタンで便利な機能が利用できますゲーム中に通知を制限したり履歴キー及び戻るキーをロックおおなるほどゲーム画面の最小化画面キャプチャ録画ゲームたくさんやる人にはありがたい機能だねこんなのもあると片手操作 これはいわゆる片手モードね。はい。ホームキーを素早く3回押せよと。そうすると片手モードになるんだね。あ、なるね。移動もできるよと。上には移動できないのか。右に押せるか左に押せるかしかできないんだね。カメラをクイック起動、はい。これを有効にするかしないかっていうのもできるんだ。スワイプでポップ。 スワイププーこスキャプチャチって何これスマートキャプチャーはこのスワイプキャプチャーをオンにしている時にさらにオプションを表示するかっていう設定なんだなスワイプキャプチャーをオフにするとこれはでもオンのままになってるんだねでもこれじゃあスマートキャプチャーできないねダイレクトコール あなるほどねこういうことねはいスマートアラート振動で通知してくれるとうーん簡単に消音なるほどねギャラクシーラボ開発中の最新機能をお試しくださいちょっと見てみるこれホーム画面に全てのアプリを表示ああなるほどねへえそんなこともできんだねクイックダイヤル声で電話をかけることができますと こんな機能も追加できるんだ。いろいろあるんだね。ということで、ここのオレンジのセクションは終わりだね。